らっしゃっせー。今日も地味にストーカーしてしまったわ。ついいつも同じの買っちゃうのよね。ありがとう、ざっしゃー。ちゃーくちゃくちゃっせー。おい、何すか今の。お客様、大丈夫っすか。危ない。出てきちゃダメよ。それと、早く警察を。こんな人目につく場所で襲ってくるなんて容赦はしないわ。はぁ。ないない、逃げんな。お客様、大丈夫っすか。あなたこそ平気。あ、大丈夫っす。ちょデコんとこ行ったくらいなんで。こういう時のマニュアルで店内の客様をそのままにしといてくれって言われてんすよ。あ、緊急通報で警備会社と警察に連絡行ってるはずなんで。あ、でお客様。何？申し訳ないんすけど、警察来るまでちょっとここで待ってもらっていいっすか。あの、お客様、これ客様のですよね。意外と。ああ、そうっすか。菊田さん、大変です。千穂ちゃん、一体どうしたの。真央さんが、真央さんがどうしたの。持ってきたんです。何を。女の子が二段重ねて、二